どうもマサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサニーでございます。さあ今週もやっていきましょう、マサニーのバイクファッション。さあということで、今日も朝から、バイクに、ずっと乗っておりまして、今夕方ぐらいですね。もうほんと丸一日バイク乗ってたんですけど、今日は越前海岸福井の方に、行ってまいりまして、まず朝は、お気に入りのカフェポッセさんに、行ってアイスコーヒーと、あとは BLT サンドベーグルのね、あれがめちゃくちゃ美味しくて、あれを食べて越前海岸ぐるっと回って、で今、地元の山の方にね、来て、動画回そうかなと思って撮影しております。ということで、早速、僕の今日のバイクファッション紹介していきましょう。まずは、はい、これね、サングラス、これは最近ずっと、まあ、バイクでも、タウンユースでも使ってますね。 HOPTICAL、 こちらは、JFK で、購入できますので、気になる方はぜひね、JFK に問い合わせてみてください。インスタの、公式アカウントでもまあ販売してるんですけど、まあどちらか気になる方、探してみてください。で、いつも被ってるブリックストーンのマリンキャップ、これはもうねめっちゃ好きで、5型ぐらいあるのかな今、これ色違いで、色違いとか材質違いで5型ぐらい持ってます。でまあその日の気分に合わせて変えてますね。これはめちゃくちゃ好きっすね。で今着ているロンティーが、これは古着じゃなくて新品で買ったんですけど、アディクトクローズというレザーライダースがかなり有名な、日本のブランドなんですけど、まあ、ライダース好きな方はみんな知ってると思うんですけど、そこのロンティーですね。背中がこれかっこいいの、背中かっこいいでしょ。でこのねエルボーパッチ、見えるかな、ちょっと1枚肘に、布がね、布っていうかまあこれあれかな、縫ってあるだけかな、ちょっとパッチっぽい感じになってますね。これもまたちょっとねバイカーには嬉しいというか、バイカーっぽい、ディテールでかなりこのロンティーも気に入ってますね。で日本の企画なんで丈が長すぎたりしないんで、かなり使いやすいですね。これはかなり使えますね、はい。で今履いてるパンツは、もう最近ずっと履いてるんですけど、この白パン、リーの、102番かな、ちょっとブーツカットになってる、フレアになってる、ホワイトデニムでございます。これはまあ新品で買ったんで、皆さん探してもらえれば多分普通に出てきますよ、はい、こんな感じですね。で、ブーツが、これも最近履いてるな、かなり、品番がレッドウィングの品番が8268だね、8268、これもね最近かなり履いてますね。このスウェードのブーツ結構このホワイトデニムにめちゃくちゃ合う、相性いいんで、これはかなり最近白パンと合わせてますね、はい。で今回のジャケット、はい、こちらですね。先日、ジェンコさんで購入させていただいた、70年代の、シングルライダース、通称逆派でございますね。このねこの胸のポケットが逆派、ハの字の逆についてる、まあ、逆派、これ名作中の名作ですね。でこれタグを見てみると、まあ、タグ結構ボロなんですけど、タグが結構ボロなんですが、まあおそらく、70年代前半のものかなとは思います。タグだけ見たらこの70年代の、中期から後半になってくると、このショットブロスの横に、NYC っていう文字が入るんで、まあタグだけ見たらおそらく70年代の前半かな、前半のショットのライダースだと思います、はい、はい。来たらこんな感じ、まあ完璧だよね、こんな感じですね、完璧だね
まあバイクに乗るときはこんな感じで、もう上まで全部閉めて、乗る感じですね。でこれ今俺が着てるのが、サイズ40ですね。40だけど結構あの70年代のライダース作りが結構タイトなんで、こんな感じですっきり着れますね。どういいでしょはい、ということで、もうそろそろ日も落ちそうなんで、まあゆっくり山走って帰ろうと思います。